のゲームを進めていくその、まあ、成熟度がなかった、まあ、その辺がちょっと自分たちの未熟だった部分でした今日の試合は。はい、ここまでね追い込まれたらもう失うものは僕らないので、とにかくもう足がつってもそのグラウンドでね、もう本当に倒れてしまってもいいぐらい本当に全力を出し切ってブラジルに挑みたいです。途中までボールはちゃんと見えてたんですけどね、急にボールが消えましたから、世界でもこういうシュートを打てる選手がいるんだなということを改めて知ることができたので、それは自分が成長するためにまた新たな課題を与えてくれたかなというふうに思います。